えー、なぜ世界は赤くなっているのかっていう。まあ、あの、エヴァのこれまでの作品の中で、用語の説明はあって、でその用語の説明で、そう、いろいろ考察してる人も多いんですけどもね、その考察では分かりにくいんですよ。あのー、ラストで世界を復活する必要があるから、復活前の状態として、分かりやすい赤くなっている状態が必要なんですよね。ね三里の反撃です、えー。戦艦軍団っていうのが発信します。で戦艦軍団の中を実は機能があって、すべての種を保存するっていうのが目的だったんですね。これまで明らかにされて、 で、保存されていた種をですね、衛星軌道からですね、ラグランジュポイントに向けて発射します。まあ映像イメージはですね、あのサイレントランニングっていうですね、70年代の SFA 画があるんですけど、そのサイレントランニングでもラストですね、えー、主人公がですね、す、え、べ、ー、ての種をですね、植物とかを保存するために宇宙空間に逃がすっていうのがあんですか、あれだと思ってください。あとはまあ天空の城ラピュタもまあ元ネタになってます。で、そこでですね、ミサトはヤマト作戦を宣言します。えヤマト作戦っていうのはですね、こっから先の戦闘が宇宙戦艦ヤマトだ、みたいだから、 だろうっていうふうに思った人も多いんですけど、違うんですね。あれはもうシンプルで、これなんですよ。あの、真っ赤な地球を青く戻すからヤマト作戦なんですね。あの、本当にシンプルなんですよ。あの、で、ヤマト作戦のネーミングはですね、松本零士が宇宙戦艦ヤマトの前に書いてる、例えばセクサロイドという漫画ではですね、え神尾計画とか弥生計画って出てきますですね。あと、和立という漫画にもそういうのが出てくるんですけど、これ松本零士のネーミングルールみたいなものですね。神よあとはなんか、あの、弥生、あと、ヤマト、そういうふうなもの 最初に説明したですね。なんで、その、あの世界は赤くなってるのかって、これなんですね。宇宙戦艦ヤマトの目的は赤くなった地球をコスモクリーナー D を持って帰ってきて、で、青い地球に変えるっていうなんですけど、それをするというのは今回のヤマト計画。 お粗松さんのの線はなぜ青っぽいのでしょうか単に赤塚不浄の絵柄が古いからカモフラージュなのでしょうか、えー、アニメ「おそ松さん」に関しての質問ですねおそ松さんのテレビアニメのです、ね、トレス線っていうんですけどもあの顔とかの,あの,です、ね、あの外側の線ですねこれ普通の,あのアニメは黒いんですけども全部青になってますよねで、えー、これはの今月後のです、ね、もう売り切れちゃったアニメージュあ,のあ今月後のです、ね、アニメ雑誌のアニメージュっていうのがあっという間本屋から消えて発売の3日目ぐらいからアマゾンで,で ですね、全くなくなっちゃったんですけれども、えー、そこでですねあの作家の人があの、まあ、その質問が偶然あったんで答えてますで僕もです、ね、面白いからですね、えー、おそ松さん表紙がおそ松さんでちょっと楽しかったからですね買ったんですけどもなぜ青っぽかったのかネットの方でですねあのいろんなあの解釈でってあれは全部死後の世界だから青いんだとかですね <laughs> まあ適当なことを言う人もいるんですけども簡単でですねあのまあもちろんスタッフは面白いのは分かってるけどもヒットするとは誰も思ってなかったわけですよね。<laughs> なのであのであ あの映画でどうやって見てる人に面白いと思ってもらおうかと最初あのプロデューサーレベルから来た発注ではですね、えー、おそ松さんたちは全員20頭身ぐらいでいわゆるイケメンばっかりでやろうということがあったらしいですところが現場スタッフとか作家とか,とかあの監督とかの現場のスタッフのところに降りてきた時にいやかっこいいっていうのはそうじゃないだろうかっこいいっていうのはその歌のプリンさんみたいななんか超イケメンみたいなもんじゃなくてこのおそ松君の昔のおそ松君ですね赤赤塚 藤の絵も十分かっこよよくてハイセンスだよと。あとはこれを今風のおしゃれに見せる切り口だけだろうというふうなことで線を整理してでトレス線っていうのを青くすることその縁取り線っていうのを青くすることでちょっと今っぽく振ったんですねで今のやつが出てきて僕結果的に大正解だったと思いますね。あのー、1話見た時からあのちょっと青の線はあこれかっこいいなというふうに思ったんであまあデザインだというふうなことでえ解釈していただければと思います。